はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。去年は実況活動をして1年を迎え、そして登録者数は1000人を超え、私にとってはかけがえのない年になりました。これもそれもすべて、ずっと見てくださっている視聴者様あってこそです。感謝してもしきれないほどです。模範的な言い回しでしょうが大変に感謝しております。本当にありがとうございます。今年もどうか私たちをよろしくお願いいたします。そこで今回は新年特別編というわけで、ボイスロイド界の重鎮と、その後輩でとあるゲームをしてもらいます。やっていただくゲームは、今回、ボイロゲームジャムという、ボイスロイドを使用したゲームの一つでございます。今回やらせていただくゲームの制作者さんは、とても可愛らしいボイロを使われる方なので、ぜひ、癒されに癒されまくってください。では、ゲームの方に移ってもらいましょう。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。ゆずきゆかりです。明けましておめでとうございます。キズナあかりです。今年もどうか、あのバカともともよろしくお願いします。します。ということで、今回やらせていただくゲームは、前振りで言ってくれたように、ボイロゲームジャムの作品の一つであるアカリインフードランドをプレイしていきたいと思います。私が主人公ですよ。あのバカが選んだように思うかもしれませんが、実は私がこのゲームをチョイスしたんですよね。あら、それはどうしてですか？あまり、人様の名前を口に出すのはマナー違反かもしれませんが、こちらの制作者さんは、私の大好きなウワアコさんという方なんですよね。へえ、でも主人公は私である。まあね。しかし、やはり私は、暴飲暴食のイメージがついてるんですね。まあまあ、それぞれにはそれぞれの味があるボイロもいるんですから、うちのあかりちゃんは、ちょっと頭のネジが外れてるボケ役として回ってるじゃないですか。いや、それバカにしてません。今回プレイヤーは私がやらせていただきます。あかりちゃんには、こちらにこのゲームの大まかな説明が書いてあるカンペを用意してあるので、私を頑張って導いてください。この他人任せである。では早速プレイしましょう。まずは名前ですね。やはり絆あかりとつけるべきなんでしょうか。いや、これ見逃しにつけないといけないオーラが出てるじゃないですか。まあ、主人公なのにゆかりさんの名前ってのもおかしいですもんね。ん？どうやら特定の名前を入れると実績が解除できるみたいですよ。ほう、何を入れるんですか？ああ、これ入れちゃっていいんですかね。どういうこと？まあ、ゆかりさんですし大丈夫でしょう。何それ怖い。私の後に続いて入れてください。はい。そしたら一度クリアを押してください。決定じゃなく。まあまあ、ここは言う通りに。はあ、うん、次はペ。小さいつそしたら決定を押してください。おいこら、これはどういうことだ。知らないです。私はこのカンペの指示に従っただけですもん。でも結局どんな名前でも絆あかりに選ばれるんじゃねえか。さすが制作者さん、分かってますね。なぜ私は巨乳に生まれ変わらなかったのか。ゆかりさん、ボイロ界ではトップですのに、あっちのトップは最下位ですもん。それ以上言うなよ。先輩怖い。あら、可愛らしいあかりちゃんですこと。私も十分可愛いじゃないですか。赤。それでここは一体。赤。出た、あかりちゃん特有の腹減り。どうも、ボイロ界のカービィです。否定はしないのね。めっちゃ可愛いな。とりあえずチュートリアルですね。ですね。かなりアグレッシブなあかりちゃんじゃないですか。私はゆかりさんとは違ってか弱い乙女なので殴るなんてしないです。私だってあのバカに振り回されなければか弱い乙女なのよ。おい、おお、開いた開いた。届くの？届かないでしょう。あの二つのキューブですね。待って、あかりちゃん力持ちすぎない？私はか弱い乙女なので以下略。これでチュートリアルは終わりかな？ですかね。あかりさん、おにぎりから目が生えてますよ。目が生えるって表現初めて聞いたんだが。赤
おにぎりの匂いを嗅ぎ分けるって、あかりちゃんどんだけ嗅覚がいいの。私の鼻はきっとマサイ族の視力並みに遠いところまで嗅ぎ分けれますよ。犬かよ。この子を食べるのかな。にしても可愛らしい世界観ですね。あやべ投げちゃった。投げてどうする。いや、キーボードだと操作がやりづらいんですよね。たまにどれがどのキーだったか忘れちゃうんです。お腹が空いてるっていうのは多分左のゲージでしょうね。このゲージはどうやら食べ物を食べるごとに増えていき、また体力ゲージでもあるそうです。なるほど。うますぎる。あかりちゃん、おにぎりの具は何が好き。ダントツでエビマヨですかね。ゆかりさんは。偶然、私もエビマヨなんですよ。とは言っても大体の具でしたら食べれますけどね。どうやらここのステージで大体のゲージは確保できるみたいなので食べていきましょう。はい、わかった。まったく、キズナあかりたるもの我慢を覚えないなんてダメですね。あなたもどっちかというと我慢が効かないタイプでしょうに。そんなことありません。1分あったら何だって我慢できますよ。1分しか我慢効かねえのかよ。これで大体食べ終わりましたかね。あとはこの城だけだね。あか。おにぎりの王様じゃありませんか。これはでかい。おにぎり大王。私だったらナイアーラトテップってつけますね。クトゥルフじゃねえか。おにぎり関係ないし。お、バトル勃発ですね。このナイアーラトテップはおにぎり大王ね。このおにぎり大王、かっこナイアーラトテップはいでもつけたいね。諸突猛進に突撃してくるので楽勝だと思います。みたいだね。突撃の攻撃しかしてこない。これくらいならノーダメでクリアできた。いやー、フラグー。今のは手元が狂っただけだしは、ミスってないしは、あんなの想定範囲内だしは。動揺しすぎっす。下手くそすぎません。く、おにぎり大王、ここまで私を追い詰まかけた。ゆかりさんならノーダメでクリアできると思ったんですがね。最終的におにぎり食べて元は取れてるから実質ノーダメ。何そのカロリーゼロ理論みたいな。さすがボイル界のカービィ。いや、あなたのことですけどね。あ、これ以上は増えないのね。満腹ですからね。おや、何かありますよ。あの石ころでボタンを押すんですかね。石ころにしてはでかすぎないか。もはや岩を持ち上げるあかりちゃんはさすがといったところか。私はか弱い以下略。いちごの木だと。どうやらここはステージ自体がケーキになってるみたいですね。これどうやって取るんだろう。ジャンプして加えるとか。無理っぽい。番組競争ならぬいちご食い競争はできなかったか。あれやろうと思ってもなかなかできないんだよね。相当な大口じゃないと厳しいでしょうね。叩いてみたらどうでしょう。はい。お、落ちましたよ。頭の上乗っちゃってますけど。もう、あかりちゃんの頭の上乗っても何もないわよ。そりゃそうですよ。別に満腹ですし食べなくても良いのでは。このあかりちゃんはまだ食べると言ってるのです。糸を汲み取ってあげるのが礼儀ですよ。ゆかりさん、このあかりちゃん好きになってるでしょ。可愛くないですか。私より。そんなことないよ。むー、嫉妬しちゃうわ。今度はみかんかしら。オレンジでしょ。いや、みかんでしょ。オレンジですって。結論どっちでもいい。それな。ああ、そりゃあ仲間が食べられてたら逃げますよね。しかしこのあかりちゃんからは逃げられないぞ。今度は桃ですか。桃缶って風邪の時に食べたらなぜかめっちゃ美味しく感じません。わかる。小さい頃はよくそれが食べたいがために無茶して薄着で雪山を走り回ってたな。まあハレンチね。嘘に決まってるじゃないですか。信じた私の両親を返せ。なんかこれ見よがしに岩が置いてあるけど投げろってことかな。さあ、上から何が降ってくるんでしょうか。勢いつけて。やあ、メロンでした。メロンでしたね。お、やはりメロンは格別だったんですね。私もメロン持ってますよ。2つほど買ってやろうか。そのメロンごと喧嘩を。やだな、ゆかりさんは見晴らしのいい平原を持ってるじゃないですか。ちょ、マキさんならともかくゆかりさんのげんこつはシャレになりませんって。悪かったな、怪力バカで。さて、ここをくぐればボスですかね。上に石つぶてさんがおりますけど、何かあるのかな。何もなさそうですね。これ、岩ごと持ってけないのかな。持ってけなかったですね。うわ、ごめんなさい、あなたも十分雑く見えます。つまりこいつは、奴らの頂点に君臨する巨峰だと。でも、どちらかといえばショートケーキの頂点ってイチゴですよね。イチゴかボスだとビジュアル的に可愛くなっちゃうじゃない。おにぎり大王涙目。
お、すごい、攻撃するたびに粒が取れていきますよ。あれ、食べれるんですかね。まずいのかよ。なるほど、つまりこいつは移動型のドッスンと思えばいいわけだな。例えがわかりづらいです。なら余裕のよっちゃんよ。今度こそノーダメでクリアして死んせよう。食らいなさい。エレクトリックスーパーデリシャスアカリエクセレントワールド。相手は死ぬ。ネーミングが壊滅的にダサい。しかも死んでないし。まさかあのエレクトリックスーパーデリシャスアカリエクセレントワールドを耐えるなんて。私の必殺技にそんな壊滅的なネーミングをつけないでください。なんでよ、私はエレクトリックスーパーデリシャスアカリエクセレントワールド気に入ってるんだけどな。せめてもっと短縮してくださいよ。アカリワールド、神様世界。オッケー、倒せましたよ。次でラストのステージです。気を引き締めていきましょう。何してるんですか？いや、倒せたし食べれるようになってるかなって。全然ダメじゃねえか。当たり前じゃないですか。何もないぞよ。多分下ですね。落ちましょう。お、雰囲気変わった。なんか埋まってるぞよ。無視するぞよ。無視するんかい。このまままっすぐ行けばいいのかな。目的地まで決められたレールってわけですね。あえて脱線する方法もあるという。たまには自分の意思であるけど。なるほど、さすが先輩、いいこと言いますね。やめて、真に受けられると恥ずかしいわ。あら、かわいい。玉ねぎ、人参、じゃがいもで連想される料理って何がある？肉じゃがじゃないですか？肉じゃがですね。ですね。え、私たちカレーって言ったよね。カレーって言いましたね。誰も肉じゃがなんて言ってないしが。勘違いすんなしか。うん、ちょっと待って、ツッコミところ満載のメニューがあるんだけど。カレーの王様じゃないのかよ。すごい、メニューのすべてにずんだってあるんだが。辛さずんだとかすごい気になる。ほんとあかりちゃんは常にお腹を空かせてますね。さすがボイロ界の浮華力。ああ、バレてやんの。いや、巨峰さんに関してはまずくて食べれたもんじゃありませんでした。巨峰さん涙目。お金払いよ。弱肉強食の世界ですね。あ、ずるい、浮いたぞこいつ。多分、食材か何かでぶつけるしかないようですね。あ、こいつ自分で食らいやがったぞ。メッタメタにしてやりましょう。何してるんですか。いや、操作が難しくて。薬もしないじゃないですか。意外と待ってくれる優しいカレー仙人。年寄りはいたわるもんですよ。メッタメタにするとか言ってたじゃないか。言ってないです。ご都合主義の具現化め。降ってきたのはジャガイモだったんですね。え、待って、あれ当たり判定あるの？きっとジャガイモに毒が塗り込んでたんですね。今度は玉ねぎが生えてきましたよ。そしてぶん投げる。ゆかりさんも食らってますが、それはというか食らってるのは私ですが。食らってるのはあかりちゃんだから実質のダメ。暴論じゃないですか。お、次は人参のロケットですね。え、待って、これ回避するの難しくない？そこはほら、気合と根性ですよ。暴論じゃねえか。というか壁のメニューの差、カレーソースの欄なんだけど、まだほうれん草のソースはわかるのよ。エビのソースって何です？それはほら、魚介の旨味を出したソースなのでは？決してエビをペースト状にしたソースじゃないですからね。あ、違うんだ。本気で思ってたのかこの人。というかこれちょっと一気に難易度上がってないか。やはり一筋縄ではいかないようですね。だからなんであのジャガイモ当たり判定あるのをねえ。ジャガイモにはイカ略。あ、食べちゃった。まずい、急に難しくなり始めたぞ。え、ちょ、玉ねぎは眠っててよ。ちょっと、うわー、倒す。逃げ場がねえよ。気づけばもう体力もごくわずかです。さあ、ゆかりさんはこの窮地を脱することができるのか。あ、やられた。まあ無理でしょうね。しょてこすらせやがって。次で決めてやる。絶対決めてやるからな。フラグにならないことを祈ります。体力も十分あるのでワンチャンいけます。くらいなさい。アトミックパイサーリセクトワーニングリムスハイパーブリザード。相手が死ぬ。だから長いですって。せめて短縮してくださいって言ってるでしょ。アカリワールド、結局じゃないですか。ともあれこれでクリアです。時間とは。お、マジ、まさかの夢落ち。だらしないあかりちゃんですこと。あなたですけどね。あら、ゆかりさんじゃないですか。何この子かわいい。
それじゃあ皆さん。乾杯。さあ新年も明けたことですし、パーッとやりましょうや、パーッと。お前、うちの田島北真子を横取りしやがったな。早い者勝ちとはまさにこのこと。ああ。ちょっと、みんながいる前でやめましょう。あら、そらさ、意外といける口ですのね。いとこさんこそ結構飲まれるんですね。まだてめえとの勝負はついてねえからな。諦めの悪い女の子はモテませんよ。あん、お前よりは数倍モテてます。あん、お。イアさんでしたっけ？はじめまして。はじめまして。キズナあかりです。キズナさん、よろしくね。そんな、気軽にあかりとでも呼んでください。私なんかが世界のイアさんと話せるだけで幸運なんですから。あはは。私にとってはゆかりちゃんの方が先輩だけどね。ほんと、賑やかになりましたね。ね。私は、こういう時間がとてもかけがえのないものだと思ってます。なんだかんだ、あなたには感謝してるんですよ。寄せ合い。今年もよろしくお願いします。あれ、私は？